おはようございます。そっかりのことです。昨日一昨日とね、いろんなところ行ってきて、このナイト2000いろんな方に触れていただいて乗ってきてもらったわけなんですけども、やっぱりね、私がお預かりしたこのナイトなんですけども、これはデモカーとしての歴史が長いんですよね。エリア101さんでデモカーとして多くの方に触れていただいて、多くの方が運転席に座っていろいろね、社長の説明を受けながら、すごく期待に胸を膨らまして、いつかはこれに乗りたいなとかね、そんな思いをすごく込められた大事な車だと思うんですよ。で、そのデモカーの流れを受け継いでではないですけども、私もね、一人でも多くの方にこのナイト2000なんかできればね、触れていただいて、体験していただいて、一日でもいいから幼い頃の子供の頃の夢を叶える時間っていうのを、私と同じ世代の人のみならず、アメ車とかね、トランザムとか、かっこいい車、珍しい車、スポーツカーに憧れる方に体験していただきたいなと、なんかおせっかいながら思いましてね、 YouTube で呼びかけましたら、結構ね、100人ぐらいの方なんじゃないかなと思うぐらいの方が、本当に私の小さな YouTube を見てくださって、集まってくださって、で乗ってくださったりね、で私はもうついにね、テンション上がって助手席に乗せて一人ずつこうね、走り回っちゃったみたいなこともあったんですけども、皆さんがね、笑顔でワクワクしていただいて、写真を撮ったりとかね、握手をしたりとか、ボディ触れていただいたりとか、ライトつけたらわーって感動してくださったりとか、私ああいうね、人の喜ぶ顔を見るのがすごく好きなんですよね。それこそね、なんか吉本芸人とかジャニーズのこととか、いろいろ世間は揉めてますけども、そういうテレビを見たりネットを見て嫌な気持ちになるよりも、私は目の前の人が笑顔になったりね、大声を上げて、喜んだり歓喜の声を上げたりね、いや、いい一日だったっていうふうにね、言ってくださったり、本当によく来てくれてありがとうみたいなね、そんな顔を見るのが好きだなと思いながら、本当にこれナイト2000をお預かりしてよかったなと思います。これからもね、事故を起こさないように安全運転で、そしてたくさんいるこのナイト2000のレプリカを所有されているオーナーさんの、その先輩方のね、お気持ちをちょっといろいろと伺いながら、できればね、連絡を取り合いながら、やっていきたいなと、いろんな方から学ばせていただきたいなと思います。まあ、いろいろと申し上げましたけども、この2日間で感じた素直な気持ちは、本当にね、良かったなと、一泊二日で宝塚北行ったり、西アークラソン行ったり、その道中ね、サービスエリア、パーキングエリアで多くの方が寄ってきてもらったりとかね、で声かけてもらって、やっぱりガソリンスタンド行くと大体ね、お、ナイトレーダーじゃないですかみたいな声かけてくれるんで、もうね、ガソリンスタンドの方と大握手ですよ。でガソリン満タンにしてもらって、タイヤの気圧を変えてもらってね、こうギッて入れてもらったりとか、見てもらったり触ってもらったりとか、でね、道の駅の方が総出で出てきてくれたりとか、スタンドの方が全員集まってきてくれたりとか、行くとこ行くとこ、あ、こういうことになるんだなぁと。これはまあ私の力ではなくて、まあ、あくまでもナイトライダーっていうドラマのね、ファンの方が今でもこうやって息づいてるんだなってことの一つだと思うんですよ。本当にね、私なんかに譲ってくださってありがとうございました。これからも大切にしていきます。そしてこのナイトライダーに憧れてる方の気持ちも大切にしていきたいと思います。ちょっと短い動画ですけどもね、ご覧いただきましてありがとうございました。では失礼します。